10分後、名分全体があらわになった。イースティウス、インペリオン、ペトラエ、ヴォッチ、エルヴトゥム、エリッツ。なんだこれ、誰かわかる？アンペリウムは、インペリアルに似てるね。ヴォッチは、イタリア語の声じゃないかな。帝国の声？ペトラエは、死みたいだね。つまり、死と化した帝国の声？アンペリウムは帝国じゃない。パワーって意味だよ。コンスタンタン、スワーヌ、エレナ、フロリアンは教会に着いたばかりで、直接別のグループの方に向かった。アンペリウムはパワー。ペトラエは化石化した。つまり、石ってこと。ボッチは声。イスティアスは悪とか悪いっていうこと。これはですね、ラテン語だよ。さあ、最後の文字は、このエブルトゥンは、間違ってなければ、破壊するの過去分詞だ。エリットは未来形。つまり、エブルトゥン、エリットは、僕の解釈では、これから破壊するっていうことだよ。なーに、コスティアすごいじゃん。ラテン語がわかるの？実はね、こいつ、いつもバカばっかりやってるけど、本当は賢いんだよ。本なんて何でも読んでるし。ちょっと待って。ちょっと考えさせて。イスティウスは、アンペリウムと関係がある。つまり、悪の力。ペトラエは、ヴォッケと繋がるから、石の声かな。ペトラエ・ヴォッケは、動詞、エブトゥン・エリの主語だから、石の声が、悪のパワーを破壊する。もしくは、悪者のパワーを破壊する。そんな感じかな。なるほどね。ちょっと待ってよ。じゃあ、ここにあるメッセージが、僕たちに何かを示しているかもしれないね。でも、ラテン語の表記は大昔のものよ。現在の私たちに何か役立つものかしら。でも、それが予言だったらあり得るんじゃない？予言ですって？何の予言なの？この世に均等をもたらすことができると言われている予言だよ、多分。もしかするとね、この文章がその予言で、敵に見つからないようにこうやって追われていたんじゃないかな。この文が何の役に立つんだ？第一、この石の声がパワーを破壊するっていうことを理解しなければダメだってことだよ。これじゃちょっと抽象的すぎない？